10月11日田作り12回大会議場で25周年シーファニューイヤーパーティー2020が開催され、協会で日本語を勉強している外国人やボランティア指導者など約200人が参加しました。最初は結構難しかった。もう諦めて帰ろうと思ったことも何度もあります。4年前に、ねシーファの方で何年かの先生にお世話になりました。ステージでは国際色豊かなパフォーマンス、最後は東京五輪音頭2020で華やかな国際交流のパーティーはお開きとなりました。